それでは最後となります。日米での3区の大活躍により一昨年の供用開始以来大きな期待を集めております。当スタジオの人気ナンバーワン賞馬ヘニー・ヒューズでございます。父はストームキャット系の代表後継馬であります、ヘネシー。母はメドウフライヤー。母の父はアメリカの伝説的スプリンターで首謀としても成功いたしましたメドウレイクでございます。本部はすでに海外での首謀は実績がございますが、アメリカ3馬ということでありますので少し競争成績をご紹介させていただきます。2歳から3歳時に10戦6勝2着3回、連帯率は9割という超堅実な成績を残しております。ダート4波乱の G1 ボスバーグステークスでレコード勝ちを収めるなど、勝ち鞍はダートの1000人から1400メートルに集中しており、今ご覧いただいております通り見事なアメリカンスプリンターの体型をしております。しかし死亡となりましてからは3区は見事に距離の壁を克服いたしました。昨年アメリカではビフォルダー号が自身3度目となる全米女王の座に輝きました。またカナダでもアカデミックがウッドバインオークスとカナディアンダービーを制し、カナダの3歳牝馬チャンピオンの最有力候補となっております。また日本ではこれまで14頭の3区が中央でデビューし10頭が勝ち馬となり、そのうち G1 馬2頭を含め4頭が重賞ウィナーとなるなど素晴らしい実績を残しております。昨日のフェブラリーステークスをレコードで勝利し、ダート G1 史上最速のタイトルホースとなったモーニー、2013年の朝日杯フュージュリティステークスを制し、最優秀2歳坊となったアジアエクスプレスをはじめケニーハウンドやケアイレオネが優勝馬の出現で、3区は芝ダートを問わずどちらもよく走ることを証明してくれております。このように3区は2歳の早い時期から活躍し、個々となっても活躍し続けるタフさを併せ持っております。本場の本校での初年度3区は明け1歳でございますが、父にて非常に筋肉量が豊富でスピードを忠実に受け継いでいる好馬体をしておりまして、来年デビューの3区の活躍は今から非常に楽しみでございます。なお、本場の種付けようですが、受胎確認の300万円となっておりますが、先週の段階で申し込み達成により現在は満足させていただいております。申し訳ございませんがよろしくお願い申し上げます。以上、ヘニー・ヒューズでございました。